言語聴覚士国家試験合格を目指す皆さんを応援するデレットチャンネル、本日は基礎医学よりホルモンの分泌っていうテーマで解説していきたいと思います。本日の問題はこちら、第14回の午前5番ホルモンとその分泌器官との組み合わせで誤っているのはどれかということで、5つの組み合わせが並んでいます。さあ今回とうとうホルモン、よく教科書に一覧表が載っていて丸覚えしている人も多いんじゃないでしょうか。今回ですね、そのホルモン一つずつ解説していくと例によってかなり長い動画になってしまうので、そもそもホルモンってどういうメカニズムで分泌されているのかっていうのを見ていきたいと思います。この過去問の選択肢にあるようなホルモン、これ一つずつ見ていくのも大事なんですけど、まずは内分泌系そのものを理解することでこういったさらに深いところも理解しやすくなると思います。じゃあやっていきましょう。まずですね、たくさんあるホルモン、どの部分から分泌されているのかっていうところから見ていきましょう。はい、こちら内分泌系というタイトルのページなんですけど、ホルモンを分泌する器官のことを内分泌器官といって、その器官は内分泌細胞からできています。その内分泌系の器官見ていきましょう。最初ですね、この下の体の方から見ていきますよ。左、女性の体表してますね。見ていきましょう。上皮小体、これ副甲状腺とも言います。で、甲状腺、心房、副腎、腎臓、膵臓、卵巣で入りきらなかったので右の男性の体見ていきましょう。この消化管の粘膜、そして男性の場合は精巣ですね。こういったたくさんの器官からホルモンは分泌されます。で、ホルモンが分泌されたことでそれぞれの骨とか全身の器官に作用するっていう仕組みなんですが、ただですね、何か体の変化があった時、いきなりこのあたりの器官の内分泌腺からホルモンが放出されるっていうわけではありません。実はこれらの器官から分泌されるホルモンっていうのは、ある場所から指令が降りてきた時なんです。そのある場所っていうのがこちら、下垂体ですね。視床からこうぶら下がってるようについているこの下垂体っていう場所が指令を出すことによって、このあたりの内分泌細胞が働いてホルモンが出るっていう仕組みになっています。ただしこの下垂体も実は自分で体の変化を感じ取っていきなり動き出すっていうわけではありません。まあ一部そういうホルモンもあるんですが、ここに書いたような器官に働くホルモンっていうのは下垂体から指令を受けて、この下垂体はさらに上から指令を受けています。その下垂体に指令を与える部位っていうのがこちら、視床下部です。はい、この視床下部っていうのが一番最初に働きます。順番に見ていきますよ。まず体内環境の変化を感知すると、この視床下部っていう場所から視床下部ホルモンが放出されて脳の下垂体に指令が行きます。その指令を受けた下垂体は下垂体ホルモンっていうのを出して、体内の各場所にある内分泌細胞に作用するホルモンを放出します。で、その下垂体ホルモンを受け取ったこれらの体内の内分泌細胞が、例えば甲状腺は甲状腺ホルモンっていうのを分泌していくっていう流れになってますね。はい、そのイメージ図がこちらの絵ですね。一番トップの視床下部さんがホルモン出せって言って、でそれを聞いた下垂体が了解出せってまた下に命令して、はい、帽子かぶって張り切ってるこの子たちがこの各器官の内分泌細胞と考えてもらったらいいです。さあこのようにすでにたくさんの器官が出てきて、ちょっと複雑な仕組みがあるんですけど、とにかくこのホルモン体全身に行き渡るためには、まず一番大事なのがどうやらこの脳の視床下部と下垂体あたりだっていうことが分かりましたね。で、次からいよいよホルモンの名前が出てきます。まずこの視床下部と下垂体、このあたりをアップにして、そこから放出されるホルモンっていうのを見ていきましょう。はい、先ほど書いてあった脳の視床下部と下垂体の部分を思いっきりズームしたのがこちらの絵になります。ここが視床下部です。で、体内環境の変化を感知した視床下部の細胞、この細胞ちょっと小さくて見えづらいと思うんですけど、ここから小さな粒が出ています。これがホルモンです。で、このホルモンがこの動脈と静脈をつなぐ下垂体門脈っていう場所を通って、この下垂体、さっきぶら下がってたとこですね、
にホルモンが行き渡るんですよね。で、この下垂体っていうのが前葉と後葉に分かれています。前と後ろに分かれていて、視床下部から門脈を通って伝わるのは下垂体前葉にだけです。下垂体後葉のホルモンっていうのは視床下部から直接この神経繊維が伸びて伝わってるんですよね。で、視床下部が体の変化を感知してホルモンを視床下部から下垂体前葉に送る。そして下垂体前葉がまたホルモンを出して先ほどのように体の各器官に伝わっていくという流れです。で、一番最初ここから出てくる視床下部ホルモンっていうのがこちらになります。ホルモンの名前はこの後下垂体のホルモンのところで覚えた方がいいと思うので、アルファベットで略語を書かせてもらいました。 TRH、 これが甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンで、この CRH、 これが副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンで、この GNRH、 これがゴナドトロピン放出ホルモンで、 GHRH、こちらが成長ホルモン放出ホルモンで、ソマトスタチンっていう、こういったホルモンがあります。で、ちょっとややこしいのが、なんとかホルモン放出ホルモンっていう風に、視床下部っていうのは一番最初の指令を出すところなので、この後こちらで見るんですけど、なんとかホルモンっていうのをこの下垂体前葉から出すんですよね。で、そのなんとかホルモンを下垂体前葉が放出するための指令を視床下部が送るので、なんとかホルモン放出ホルモンって呼ぶんですよね。で、基本的にこのアルファベットで略しているホルモンっていうのは、この下の下垂体から出るホルモンを促進するために出るホルモンなんですけど、この中で唯一促進するんじゃなくて抑制するのがこのソマトスタチンっていうホルモンです。これ甲状腺刺激ホルモンっていうのを出すぎないようにある程度抑制してくれるっていうホルモンになりますね。はい、じゃあここから名前は少しシンプルになります。下垂体は前葉と後葉に分かれてるって言いましたね。まず下垂体前葉から出るホルモンを見ていきましょう。いきます。甲状腺刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン、黄体化ホルモン、成長ホルモン、プロラクチン、副腎皮質刺激ホルモン。はい、こちらもですね、なんとか刺激ホルモンっていう風にこの器官を刺激するためのホルモンが出てきます。この6個ですね、覚えなきゃいけません。で、もう1個、下垂体後葉から出るホルモン、これは2つだけです。オキシトシンとバソプレシン。はい、この下垂体前葉ホルモン6個と下垂体後葉ホルモン2個、これをまず確実に覚えておくこと。これを覚えないことには、さらに下位の内分泌腺から出るホルモンを理解するのがまたちょっとこんがらがってくると思います。で、これらのホルモンを覚える語呂合わせを紹介したいと思います。はい、まず下垂体前葉ホルモン、制服で卵黄購入、制服の性、成長ホルモン、副、副腎皮質刺激ホルモン、卵、卵胞刺激ホルモン、黄、黄体化ホルモン、購入の抗、甲状腺刺激ホルモン、乳、これがですね、乳腺刺激ホルモン、プロラクチンっていうのが乳腺刺激ホルモンとも言うんですよね。で、これあえてこちらの呼び方、日本語の方で語呂合わせを作ったんですけど、プロラクチンって聞いても一体何のホルモンなのかわかんないですよね。で、このプロラクチンっていうのは実は乳腺刺激ホルモンっていうんだっていうことも覚えた上でこの語呂合わせを覚えれば、プロラクチンの作用も勉強しなくてもなんかわかりますよね。乳腺を刺激するんだと。多分女性っぽいホルモンじゃないかなと、その辺がわかりますよね。なので下垂体前葉ホルモンを覚える語呂合わせっていろんなとこで紹介されてるし、皆さんも作っているかと思います。だけどあえて僕はこの語呂合わせおすすめします。で、もう一個、下垂体後葉ホルモン、2つありましたね。こちらが後ろにお化け。はい、下垂体後葉なので後ろにお化けの、オがオキシトシン、バがバソプレッシンということで、下垂体前葉後葉、この視床下部から指令が出てそこから分泌される下垂体前葉ホルモンと下垂体後葉ホルモン、この2つそれぞれ前葉から6種類、後葉から2種類出るホルモンが覚えられたかと思います。
まずはこの貝の内分泌腺から放出されるいろんなホルモンの大元になるこの視床下部と下垂体、前葉、後葉、ここから出るホルモンを確実に抑えておくこと、この仕組みが分かってこの部位から出るホルモンを抑えておくだけでも国家試験ではかなり役に立つと思います。で、ここから先さらに貝の内分泌腺に関しては一個ずつ説明すると本当にだいぶ時間がかかっちゃうので、今回はこの大枠だけになるんですが、今回の国家試験過去問に出てきた選択肢の中から僕が個人的にややこしいなって思うところ、いくつか簡単にですけど解説したいと思います。じゃあ見てみましょう。そのややこしいなって思うホルモンっていうのが、はい、こちらエストロゲンですね。選択肢の中ではエストロゲンと副腎皮質っていう組み合わせだったんですけど、もうこれ先に答え言うんですけど、これが誤りだったんですよね。で、エストロゲンっていうのは何なのか、そこをちょっと軽く説明したいと思います。エストロゲン、これ、平たく言えば女性ホルモンの一つですね。で、この性ホルモン、ちょっと複雑なので、見ていきましょう。まずですね、体の変化を察知して一番最初に指令を出すといった視床下部、ここから出る性ホルモン、このエストロゲンの大元になるのがゴナドトロピンっていうホルモンです。これ別名性腺刺激ホルモンって言います。で、このゴナドトロピンが放出されたことで下垂体前葉から出るホルモンがさっきあった制服で卵黄購入の卵黄の2つです。黄体化ホルモンと卵胞刺激ホルモンで、この2つのホルモンがそれぞれどの期間でどんなホルモンを放出させるかっていうと、まずこの黄体化ホルモン見てた時、テストステロンっていうのを出します。これ、別名というかアンドロゲンって表現している場合もあると思うんですけど、アンドロゲンっていうのが男性ホルモンの総称みたいな感じです。で、このアンドロゲンのかなりの割合を占めているホルモンがこのテストステロンっていうホルモンになります。で、まあ男性ホルモンと言ったので分かったかと思うんですけど、男性の精巣で放出されるホルモン、つまり作用するのは男性の精液ですね。はい。で、次他にどんなホルモン出すかっていうと、女性の黄体っていう部位からはプロゲステロンっていうホルモンを放出させる役割もあります。で、さらに卵胞っていう場所からはエストロゲンっていうホルモンを分泌させます。はい。で、このプロゲステロンとエストロゲンっていうのが女性ホルモンと言われるもので、乳房や女性の性器に作用するホルモンになります。この性ホルモンについても結構こう女性の月経の周期とかそういったところから解説するとかなり複雑になるし、まあ、ただそこから理解すると分かりやすいっていう部分もあるかもしれないんですけど、今回国家試験をパスするための知識としては、まあ、この程度性腺を刺激するゴナドトロピンっていうホルモンがあって、これは下垂体前葉で黄体化ホルモンと卵胞刺激ホルモンっていうのを放出させる。で、この性ホルモンは何があるかっていうと、テストステロンとプロゲステロンとエストロゲンっていうのがある。はい。まずはこの程度覚えておけばいいかなと思います。で、まあおまけみたいな感じで端っこに小さく書いてるんですけど、性ホルモンはエプロンテストです。エストロゲン、プロ、プロゲステロン、テスト、テストステロンっていう感じで、よくわかんない語呂合わせも紹介しておきます。で、もう一個、このエストロゲンっていうのもちょっとややこしいなと思って紹介したんですが、この、組み合わせになっている副腎皮質、これもちょっと個人的に紛らわしいなと思うので少し解説しておきます。はい。副腎皮質って選択肢にあったんですけど、そもそも副腎って何なのか、こちらの絵を見てみましょう。この空豆みたいなのは腎臓です。で、この腎臓の上にくっついているのが副腎って呼ばれるものですね。で、この上にくっついている副腎をパカッと切ってみたらこんな感じで、周りの皮質っていう部分と髄質っていうところに分かれてるんですよね。で、この皮質っていうのがさらに層が分かれていて、それぞれの場所から3つのホルモンが放出されるということになっています。で、これがちょっとややこしいので今回覚えておきましょう。副腎皮質から出るホルモン3つ、まず1つが
糖質コルチコイドっていうものです。副腎皮質ホルモン、別名ステロイドホルモンって言ったりもするんですが、このホルモンって言ったら一般的にはこの糖質コルチコイドを指すことも多いですね。でこれどんな作用があるかっていうと、炎症を抑えてくれたりするんですよね。あと低血糖にならないように肝臓に働いてグリコーゲンを分解したりブドウ糖を作ったりっていう働きもします。でこの糖質コルチコイドっていうのは何個かのホルモンを合わせてこう呼ぶんですが、その中でも代表的なものがコルチゾールです。だから糖質コルチコイドイコールコルチゾールってもう覚えててもいいんですよね。でもう一つ副腎皮質から出るホルモン、硬質コルチコイドです。もう名前もめちゃくちゃ似てますよね。で硬質コルチコイドっていうのは別名電解質コルチコイドとも言うんですよね。なぜかナトリウムの再吸収とかカリウムの排出をするのがこの硬質コルチコイドの働きです。そういった働きによって体内の電解質の調整をするんですよね。だから電解質コルチコイドとも呼ばれるんです。でさっき糖質コルチコイドといえばコルチゾールだって言ったように、硬質コルチコイドも代表があります。その代表ホルモンがアルドステロンって呼ばれるものです。さあここがややこしいポイントなんですよね。糖質コルチコイドがコルチゾール、硬質コルチコイドがアルデステロン、もうどうせなら頭文字のコを合わせてくれよって感じなんですけど、違うんです。糖質がコルチで硬質がアルドです。もうこれが分かんない。だからこんな語呂合わせ作りました。アルコートルコ、はい、トルコ歩きます。アルコーでアルドステロンの方が硬質コルチコイドで、ここで一回区切ります。でトルコ、糖質コルチコイドの方がルコ、コルチゾールです。はい、これで逆にならないようにしっかりと覚えましょう。でもう一個、副腎皮質から出るホルモン、さっきも見たアンドロゲン、これテストステロンが多くの割合を占めているといったあの男性ホルモン、アンドロゲンです。実はですね、体内のアンドロゲンの 95% は精巣から分泌されているんですけど、残り 5% は副腎皮質から放出されるんですよね。なのでこの副腎皮質からはこの3つのホルモンが出ると覚えておきましょう。でもう1個、副腎のこの中の部分、髄質ですね、ここから出るのが一般的にもよく聞くアドレナリンです。アドレナリンとノルアドレナリン、この似た名前の2つのホルモンが出るって覚えておきましょう。でもう作用はもう2つ同じような働きをするって覚えてもいいんですけど、まあ、もし何が違うのってざっくりでも覚えたいんであれば、とりあえずアドレナリンは心臓に結構働くホルモンだと。で心拍数を上げて代謝の更新に働く。でノルアドレナリンの方は血管の方に働く、細動脈を収縮させて血圧を上昇させるっていう風な方向で働くって覚えていいと思います。ここで紹介した副腎皮質とか副腎髄質、これらのホルモンも細かく話すとものすごく長くなっちゃうので、もし、この過去問でその知識が必要なんだ、解説してほしいっていう方いましたら、ぜひその過去問番号を添えてコメント欄に載せてください。さあではここまで、こういったホルモンの分泌の大元になる司令塔、視床下部ホルモンとナンバー2の下垂体ホルモン、そしてちょっとややこしいなと思ういくつかのホルモンを見てきました。最初の問題解いてみましょう。ホルモンとその分泌器官との組み合わせで誤っているのはどれか。はい、こちら、先ほども言いましたけど答えは2番のエストロゲンと副腎皮質、この組み合わせは誤っています。エストロゲンっていうのは性腺刺激ホルモンであるゴナドトロピン、そこから黄体化ホルモンと卵胞刺激ホルモンが出て、で卵胞から出るんでしたね。まあここまた卵胞なのか黄体なのかっていう細かいところもあるんですけど、まあでも関わっているのは女性の性器、副腎皮質ではないですね。で副腎皮質が関わるホルモンって言ったら、先ほども見ました硬質コルチコイド、糖質コルチコイドと性ホルモンで関わるのはアンドロゲンでしたよね。
だからエストロゲンはちょっと違うんです。はい。で、ちなみに他のも見てみると、成長ホルモンは下垂体全容、はい、そうでしたね、下垂体全容、成服で卵黄購入の成服の性は成長ホルモンの性でした。なので丸で、アドレナリン、さっき見ましたね、副腎髄質から出るアドレナリンとノルアドレナリン、はい、なのでこの組み合わせも正しい。はい、グルカゴンと膵臓、これちょっと今回の解説で触れなかったんですけど、膵臓はランゲルハンストっていうのがありますよね。そこの A 細胞とか B 細胞とかあると思います。これまた別で、膵臓についての勉強をすれば自然とグルカゴンとかソマトスタチンとか、そういったホルモンの名前覚えられると思います。まあ、とにかくこの組み合わせは正しいです。そして5番アンドロゲン、精巣、はい、これ出ましたね、性ホルモンの中でも男性の精巣から分泌されるホルモン、アンドロゲンです。で、さっきも言いましたが、アンドロゲン実は副腎皮質からもちょっとだけ放出されているということになります。さあ、ホルモンについてかなりざっくりと、大枠だけですけど解説してきました。まずはホルモン丸々覚えるんじゃなくて、こういう仕組みで放出されてるんだっていうのを覚えましょう。ホルモンって複雑なメカニズム多いんですけど、生理学的な流れが分かると結構覚えやすいと思います。しっかり根っこから理解して、名前そのものは語呂合わせとかで頑張って覚える、そういう勉強をおすすめします。ということで、今回の動画が少しでも国家試験勉強のお役に立てたら嬉しいです。何かリクエストがありましたら、インスタ、ツイッター、コメント欄からお待ちしております。それでは本日も最後までありがとうございました。